さんお疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はい、皆様こんにちはワンコそば。こんにちはワンコそば。皆さんおはよう。こんにちはワンコそば。はい、こんにちはワンコそば。こんにちは限定なんですね。こんにちは限定。こんにちは限定。昼しか見ない。今日は何しますか。はい、今日は、チャレンジ動画3本立てでございます。3本いきます。今日はね、前回ね、ナオト君騙されてます私からね。それで悔しいっていうことだったので、今日はもう正々堂々と勝負したい、ね。あれはずるいですもんね。本当に。前回見てない人この動画を見てください。見てほしいと思います。本当に人の悪さ出てますね。はい。はい、で今日はね、三本立てをして、前回の汚名返上というところで、はい、今回はね、何ですか？罰ゲームがある？罰ゲームがあるみたいですけど、はい、何でしょう？コーラの一気飲みというところでですね、罰ゲームやっていきたいと思います。コーラ全然飲んでないんですよね。残念ながらね、俺コーラ大好きだけどね。数年ぐらい飲んでないんじゃないかなというぐらい、あまり得意じゃないです。で最近流行ってるでしょ、メントスコーラ。メントスコーラ。メントスコーラ一気飲みとかは面白すぎてやりません。やらないです。やらないです。面白いのはやらない。面白すぎてやりません。あ、それで。あえて人気が出てたら、あえてやらない。あえてやらずに、はい、今日私考えてきました。コーラを思いっきり、買った方がシェイクしていいんですよ。あ、買った方が負けた方のために振ってあげる。あげる、そう。優しさも出ると。はい、あ、なるほど。もう優しさも憎さも出ながら、ずっと振って、それを用意した後で一気にガタガタガタって飲むっていう罰ゲームです。やりたくないな、やりたくない。でもいいんじゃないですか、はい、いいと思いますよ。よし。はい、じゃあ今日はね、そんな感じで3本勝負やっていきたいと思います。まあ、ちなみにですね、これ、どっちも、チャレンジ3本やりますけども、どれもこれもどっちも成功せずに0勝0敗になった場合はどうしましょう。なんとですね、コーラ2本買ってきてまーす。ほろほろ、両方失敗した場合は、はい、じゃあ両方飲む、2人とも飲む、一気飲みですね、シェイクしてということで、どうなるか皆さん、こうご期待。それでは、スタート。ではチャレンジ動画1本目は1本目はペットボトル立てチャレンジ。よっしゃ、ペットボトル立てチャレンジ。はい、今日はですね、こちらの2本のペットボトルを準備しておりますね、うん、これをですね、我々が投げてこうやってポンと立たせるチャレンジで、先に立たせた方が勝ちというゲームをやっていきたいと思います。はい、それではね、制限時間、ただいまからですね、5分測っていきたいと思います。1,2,3,4,5。 はい、このようにストップウォッチで鳴ったら終わりです。それでは今からスタートしていきたいと思います。さすがにいいですか。いいですよ。いきます。絶対勝ちます。俺も勝ちます。それではチャレンジスタート。綺麗な形に置けるかって。面白くな。置いてみてください、綺麗な形に。置けるでしょ。何すか。
傾いてる。この家傾いてるんだな。傾いてるな。じゃない。じゃなくて、はい、入れるんすよ、あれに。はい、それ皆さん見えますか、手前のこのね、ペットボトル。ペットボトルじゃないよね、紙コップだよね。バカだね。紙コップでもないですよね。紙コップでもない。プラスチックコップ。プラスチックのコップに投げて入れます。はい。ということで、必ずワンバウンドさせて入れるっていうところですね。制限時間これも5分。さあ、高麗機の一番前だね。よっしゃ、親も絶対やっ、はい、ここも一緒いっぱい取り合いする。さあ、YouTube の意地を見せてもらいました。これで終わったら3本目がもうなくなるからね。マジで意味ないですからね。はい、行きます。それでは、よーい、スタート。すごい、本番に強い男だ。いやー、すごい。見ました、見ました。いやー、ちょっと今ね、胸がドキドキしてます。賞味40秒。うわー、強え俺。いやー、やっぱこれはやっぱ中学校の時にピンポン玉で遊んだか遊んでないかの差です、ね、やっぱ練習の成果ですね。すごい、本当に素晴らしい。はい、負けないですね。素晴らしい。じゃあね、3本目の挑戦、チャレンジに行きたいと思います。3本目、チャレンジ行きたいと思います。3本目のチャレンジは？乗らないし、気分が乗らない。だってもう2勝0勝で俺の勝ちだもんね。いや、なんすか？第3戦は、さっき話してた通り3万ポイントで行きます。なんで3万ポイント？ 3 万ポイント。なので、お笑いか、次取った方がやっぱ勝ちっていうところ、お笑いか、まあ、そういったところをやっぱり勝負強いところを見せていかんといけんというところ、まあ、野球部のエースですからね。エースではないかな。野球部のエースですからね。負けてるけどね、ピンポン入れるのね。ストライク入れきんのかな、この人。わかんないですけど、まあ、ね、あー、もうやってやりましょう。泣いてきたからですね、これ入れた方が、勝ちということでですね、3ポイント、3万ポイントか、3万ポイント、はい、3ポイントでもいいですね。3ポイントで、まあ、わかんないですけどね、勝ち、で、これどっちもチャレンジ成功しなければ直人さんの負けで、いきたいと思います。3つ目のチャレンジも賞味5分、5分、勝負していきたいと思います。カップスローチャレンジ、カップスローチャレンジ、はい、やっていきたいと思います。それではいきますよ、直人さん。ではいきますよ、はい、よーい、スタート。頑張れ、うん、倒れんなよお前。あー、これ倒れたら最悪じゃないですか。これはちょっと待って、弱くなって完全に。なんでこれ俺一生入んないんじゃない。ちょっと待って、強化欲しい。俺の取んなよ、俺の取んなよ。ちょっと、ない、俺の取んなよ。え、どこ行った。ちょっと、お前相当補強してんな。え、ないじゃない。あれ、カップが当たった。もうちょっと補強してこ。これね、取れたら最悪やん。入るな。よーし、どうし。入るな。よーし、どうし。入るな。よーし、どうし。イエーイ、よっしゃ。3万ポイント、イエーイ。やっぱ取れたらいかんね。ということで、
観戦終わりまして、誠さんの2ポイント、あそして俺の3万ポイント勝利、イエーイ。ということで罰ゲーム何でしたか。お水の一気飲みです。10リットルぐらい飲んでもらいましょう。死ぬだ死ぬだ、意識失って救急車呼べよ。今3本チャレンジやりましたけどね、見事全部成功しましたね。俺たち成功しました、はい、こっちはこっちで褒めていただいてですね。そう、俺は本当に、はい、正直5分お互い撮っててね、いけると思わなかったからね、どっちかが成功すればいいと思ってやってみたので、本当に全部早い段階で、うん、楽しかったね。楽しかったですよ、うんうん、よかったなぁ。いやいやいや、もういいですね。はいね、皆さんもね、ぜひ、チャレンジ、ね、してほしいなと思います。家族でも多分ね、ほら、うん、3つこう外に出たりできないからね。今この天気も悪い中、そして外出もなかなかできない、まだまだコロナウイルスの、影響があって出れない間、家族での時間をこれで過ごしていただければいいかな。そしてご家庭内の罰ゲームをしていただければいいかなと思いますので、はい、じゃあ次は罰ゲーム、ゴー。さあ、3本勝負、チャレンジ動画3本勝負、2対3万という私の勝ちでしたので、言ってた通り罰ゲームを、ここでしたいと思います。罰ゲームは私が好きなだけ、コーラを切ってそれを飲み切ってもらうというところですので、今から優しく、なんか先輩だけど、優しく着替えましてきましょう。優しく振りたいと思います。優しく3万回だって500ですからね。先輩じゃなくてですよ。あ、ちなみに何年目？3年目。これ2です。やばいって。うわ、優しい。入ってますよ。入ってます。打ったらビャーってくるよね。なんか、打ったらビャーってくるよね。もういいんじゃない？いいんじゃないですか？はい。お願いします。じゃあ、行きますよ。行きますよ。切り行くよ。さあ、最後まで最後まで。うえもういい。ごめんなさい、飲めません。